はいどうも、ルールカでーす。ガンダムブレイカー3、前回の続きからやっていきたいと思います。少しずつですね、私の機体がバージョンアップしている状態ですね。ジェスターの、ガンプラ、HG のジェスターを手に入れて、ジェスターのパーツを、装備させまくりました。で、GN ソード3よりも、なんかよくわかんないけど、こう、なんかナックル、拳法用モビルスーツハンドとかいうのが、レア度高いから強かったんですけど、でもダサいなと思って、GN ソード3そのまま装備することにしました。で、武器はビームライフル。あれ？これ変わってないな。変わってるか。ジェスタのビームライフルに。あれ？ちょっと待って。どうなった？武器はジェスタのビームライフルに変えました。で、頭もジェスタに変えました。で、ボディもジェスター。で、腕はトールギ3にしました。このね、ビームカノンが、サブウェポンとして使えるんで、結構強力だなと思ったんで。まあ、ジェスターの腕もいいんですけどね。まあ、ジェスター自体かっこいいんですけどね。で、足は G3 からジェスターに変えましたね。G3 はちょっと、なんか細めで、あれなんですけど、ちょっと重厚感が出るんですよね。で、バックパックはヘビーアームズ。これもビームガトリングガンが確か使えるはず。で、シールドはトールギス3。ちょっとね、マントとかはダサいなって思ったんで。もう使い方次第だと思うんですけど。メガキャノンとビームガトリング。あ、そうだ。エクストラクションのところにクロススラッシュ戻しとかなきゃ。シャイニングガンダムの腕だったら、シャイニングフィンガーが使えるんですけどね。もうシャイニングフィンガーってなーって思っちゃったんで。これいいなぁと思って。ビームガトリングガンと。メガキャノン。で、こんな感じにしました。で、早速ミッションやっていきまーす。よいしょ。どういうこと？クリア済みのミッションをプレイするときは、容器を設計図の機体に変更することができます。設計図の機体って何？まあ今は持ってないからよくわかんないですけど。まあいいや、とりあえず、ブレイクザアイス、プラクティクス2。こちらの方に行ってみたいと思います。挑戦するルールか専用ガンダム。出撃。行こう。ヘキサか。ヘキサじゃないの。普通にビクトリーガンダム。
かけると調子に乗ってるとさっきみたいに横からダメージ受けるの。何をされたんだ。ウィダッシュか。いやー V ダッシュずるいだろう。あれドワよし、オッケー。おぶれ。まだ回復しないか。ぶね。あれ。こうか。あ、外した。やべ。ビクトリーガンダムアーム。なめんなおらー。ああ、俺の頭が。おっしゃ。もう敵はいないみたいだよ。オッケー。じゃあ次のエリア行こうか。あそこにコンテナがあるぜ。あれ、よいしょ。ああ、プラスチック、よいしょ。間違えた。ミサゴです。ビクトリーガンダムヘッド。俺のパーツも
あれ？ロックオンできてねえからか。なんかもうビクトリーガンダムのパーツ全部手に入ってんじゃね？これ。おりゃー。お、かっこいいね。なかなかやる。うわあ！何も見えん。オッケー。さあ、新しいコンテナをゲットして次のエリアへ。パーツは手に入らないか。そろそろボスかな。スモリーダー機が出てきたよ。ん？何？ゲルグ？リゲルグ？あれ？あれ？離れた方がいいか。リーダー機が出てきたよっていっぱいいるんだけど、リーダー機。ギルグイエーガーか。
あ、ジョニー・ライデン。外した。あ、まだ生きてたの、ゴールドスモプレイヤーの介入。うおー、なんか派手なガンダム出てきた。あ、まだメカキャラ撃てない。当たんなかったか。勝った？え、またいっぱい敵が出てきたんだけど終わったもんだと思って油断していた。今度はシルバースモーも出てきたね。オッケー。だんだんこのフィードロッドの使い方が分かるような分かってきた。終わり？ジーゼルフが出てきた。リーダーキー、さっきも同じこと言わなかった？リーダーキーが出てきたよって。言ったよね、兄さん。なになになに？ロックオン街に行くときついな。
あ、外した。今だと思ったら逃げられた。今だ、いて。これ当たってる？当たってるか。オッケー。ふぅ、疲れたー。勝ったぜ。マシンガンアクション、サーベルエクストラクション、ハイパージャマー。なんかよくわかんないけど、ジョニー・ライデン専用のなぎなたがいっぱい手に入ってるんだけど。ツインビームスピア。ジムストライカー。ジムストライカーなんていつ出てきてる？ビクトリーガンダムのビームザル。Gセルフのビームライフル。いやもう、スモーの頭とか嫌だよね。エルグイエガー。おー、デスサイズヘルの腕かっちょいいな。ディーセルフの腕。V2 アサルトバスター。エピオン。おー、エピオンかっこいいな。なんか使えんのかな。なんか使えんだったらいいけどな。まあ全部取得して終了ですね。まもなくタウンカップ予選開始時間となります。受付を済ませていないチームは開始時間までに必ず済ませるようにしてください。いよいよだね。タウンカップ。去年は予選も突破できなかったけど今年こそ。よう、ミサ。新しいチームメンバー見つかったのか。カマセだって。カマセ君。ここにいるってことは、新しいチーム見つかったんだね。ああ、俺の実力にふさわしいチームさ。資金も技術もあるところは全然違うね。おい、シンユリ。こんなところで油売ってないで、シューティングしろ。わかってるよ。元チームメンバーに挨拶してたんだ。じゃあな、ミサ。決勝まで残れればいいな。悪いね、お嬢ちゃん方。邪魔しちまって。いえ、むしろありがとうございます。おっと、失礼。俺はハイムロボティクスチームエンジニアの門松だ。門松さん。ハイムロボティクスですか。かませの野郎。なんか目つき怖いよ、嬢ちゃん。じゃあ俺も仕事あるから。ハイムロボティクスって地元じゃみんな知ってるロボット製造会社だよ。去年のタウンカップ優勝チーム。そうなんだ。はい、というところで、まあ、今回は一旦終了しようかなと思います。ちょっとだけ中身見てこようかな。あ、駆け出しガンダムビルダー。パーツ合成、とうとうパーツ合成できるようになった。
でもね、GN ソードやっぱりいいよね。おお、これだ。プラスチック合成、派生合成、一括合成、単独合成。ちょっとやってみますかね、合成を。あれ、これ装備してるやつはダメなの？GN ソードを改造できない。あ、できる。 GN ソードにプラスチック合成っていうのができる。レベル5まで上がる。射撃武器 GN ソード3ライフルモードが選択可能になる。あ、そっか、もうすでに選んでるってことか。もうこの拳法ハンドって絶対使わねえからな。よっ。そうするとレベルが上がると。よっと、俺の GN ソードがレベルアップしたぜ。こうやって強くガンプラ強くしていくんですね。これ GN ソード、 GN ソード3ライフルモードの方が強くね、ジェスタのビームライフルより。レベル5だからかな。よし、これでいこう。で、ペイント、オッケー、いいんじゃないかね。なるほどね、プラスチックもかなり重要なんですね。これで攻撃力は少し上がったと。少しっていうか、かなり上がったような気がするけど。ピアッシングクラッシュ、エネルギーを持たと剣を突進しながら切り払い、直線上の敵をまとめて攻撃する。あ、これいいね。バレットホースが使えなくなったのか。マシンガンじゃないから。クロスラッシュ。これあれだな、ビームガトリングとメガキャノン逆にしよう。ハンドグレネード。なるほどね。このビームサーベルプラスヒートロッドかなり使えるね。今はどっちかというと接近戦特化の機体構成なんで。
よし。はい。というわけで、今回、はここまでとさせていただきます。次は、ミッション、また、どうしようかな。次はバウンティーハンターモードをちょっと進めてみようかな。進めてみようかなというか、やってみようかな。あ、いや、いいな。バウンティーハンターモードもうちょっと強くなってからにしよう。普通に戦っ、普通のクエストをミッション進めて。ガンプラ、ん?バトル大会が開始されました。予選ミッションに参加することは可能です。大会ではエースポイントを稼ぐことが目的となります。すべての予選ミッションのハイスコアがノーマル、ノルマを超えると次のステージに進むことができるようになります。また、大会では通常のミッションにはない特別なルールが存在します。はぁ、なるほど。エース、ここに出てるエースポイントのノルマがあるんだね。2万エースポイント貯めなさいと。OK です。次は、こちらのね、ミッション4。タウンカップ一次予選ですね。こちらの方やっていきたいと思います。はい。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。